役所、どこですか？どこ？できた。できてはいる。できてはいるけれども。市役所はどこ？あれに、どういる、あ、なんかごめんなさい！すいません、ほんとに！なんか後ろ並んでた。案内しますよ、だって。かなかの、かなえさんいる？ちょっと待って。案内しますよ。こんにちは。ああ、タクシー運転手ってこと。こんにちは。ああ、かなえさん、これどう？市役所行きたいんですけど。はい、お願いします。ネタ回しますけど大丈夫ですかね。はい、はい。メタ？はい、はい。あい？ね、わかりました。あ、有料なんですね。お仕事なんですね。あ、了解です、了解です。じゃあ、市役所までお願いします。実際の交通系に従っていくんで。はい。あ、どういうこと？あ、そういうこと？あ、こっち？あ、オッケーでさー。ついていきまーす。道案内。エイク、赤だよ！赤だよ！赤だよ！あ、どういうこと？交通規則とは。ちょっと待って、いや、ぶつけちゃった。大丈夫かな。まあ、気にしない、気にしない。大丈夫。せーで落ち。せーで。ちょっと待って。かなりさ、早い。あ、はい。ありがとうございます。はい。たっけ。いや、なんでもです。これどうやったら渡せるかは、たっか、た、ぼったくりじゃね？ぼったくりじゃね？ぼったくりじゃない？ぼったくりじゃないかな。F7。ちょっと調べるんで、先就職してきていいですよ。就職、いいんですか？いや、だいぶ時間かかりそうですよ。全然いいですよ、ああ、わかりました。ちょっと行ってきますね。ありがとうございました、本当に。あ、ね、ああ、ここでも、まつい。まつい、これまつい。ありがとうございました。ちょっと待って。なんか詐欺られたんです。すいません、すいません。これ誰、何、いい？ここが市役所？ ID カード？ちょっと待って。バック、こっちか。こんにちは。あ、こんにちは。あはい。なんか待ってる、待たれてるって怖い。どうしよう。いや、取り立てのお兄さんいる。やめて。猫カフェかわいい。猫カフェってできんの？これどうやって選択すんだ？おー、できた！猫カフェ店員ってこと？猫ってこと？できた、できた、できた。できた！職業に就いたぞ。うわ、なんかいっぱいいる。あ、あー、あー、こんにちは。あー、そうですよね。はい、ありがとうございます。すごく助かる。はい。17をしたら出ると思います。個人への請求書。うわはい。はい、あー、はい、どうも、本当にありがとうございます。また、はい。見つめてくださいね。あ、はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。そして、助かりました。怖すぎ、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 怖すぎ。あんなことある。M の、でしたよ。請求書。きつい。タクシー。タクシー高いな。オリプリファンだ。あ、お疲れ様でーす。タクシー。高いな。市役所？すいません、仕事。バイクだ。バイクは危ないよ。開くぞ。開かせ、これでオッケーだったもんな。お、あ、やめた。痛い。痛い。
おい、なんで？違う違う違う。え、もう殴られたってツイートしよう。違う、俺は本当救急車呼んで、ちょっと TV さんマジ大丈夫でしたか？いや、めっちゃ痛かった、痛かった、めっちゃ動画写真写真写真撮らなきゃ、痛かった今。これどうやって、ゼロサさんどうやって殴るの？どうやって殴るの？右クリをしっぱで左クリック、右クリをしっぱで、しゃった、えい、しゃ行くか、えい、危ない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 、よし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 、いやいやいや、え、なんですか、いやいやいや、だってないっすか、ないっすか、なんで殴ったんすか、いや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 、ちょっとやられたらちょっと倍返しみたいなところが、まあまあまあ、そんな、そうっすね、まあ倍返しなら、まあまあ、よく許してくれた、よし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 、いいんだ、許してくれた、許された、許されるんだね、倍返しいいんだ、オッケーオッケー、いらっしゃいませ、アイス、バニラアイスありますよ、いらっしゃいませ、あとさっき無断でショート人ですよ、りーちゃん、え、お金払わずに逃げた人です、いらっしゃいませ、どうぞ、これ入って入って、すーちゃんすーちゃん入って入って入って、オッケーオッケーオッケー、閉じ込めちゃう、閉めよう閉めよう閉めよう、やった、よし、オッケー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 、いらっしゃいませ、アイスありますよ、ちょうど今バニラアイスを、はい、今売り出し始めたところなんですよ、あ、じゃあアイス一つ、はい、アイス一つですね、いくらですか、5万円になります、りーちゃんりーちゃん待って、りーちゃん待って待って、はい、この人の姿勢見て、あれ覗いて、覗いてる、やばい、猫も触って、あいつも覗いてる、入ってた、罪に罪重ねるタイプ、うわぁ、入ります、入ってます、5万円になります、いや、もう時間も、時間も遅いんで、そのバニラさん、これ5万円なんで、5万円になります、請求書送りますね、請求書送っちゃってください、はい、この人勝手に猫触ったあげく、スミレのスカート覗いてました、スカート覗かれました、追加で、追加です、これは追加請求だよね、その店終わってちゃんと口コミつけますからね、はい、あ、まあ、でも当たり前ですよね、猫カフェに来て猫触ってただなんてことありませんよね、はい、まずバニさん、でも仲間いるよね、バニさん、す、仲間いたよね、なんか、はい、すごい仲間いたよね、なんかカニパンちゃんみたいな人、カニパンちゃんがそんな、あ、請求書送れました、はい、来ました、はい、ありがとうございます、そう、ちょっとすみません、あの、スミレさんからあの10万円請求が来てるんですけど、え、え、ちょ、1万円です、1万円です、1万円です、あ、これ1万円ですかね、はい、そう、1万円です、ゼロが、ん、あ、そうですよ、金さんお支払いしました、あ、はい、ありがとうございます、あ、え、カニパンちゃんだ、これ、カニパンちゃん、カニパンちゃん、あ、逃げろ、逃げろ、あ、逃げろ、はい、こんなところにバニラが、何があったんだい、バニラ、なんか勝手にパンツ覗いたって言うて10万円請求されてます、いやでもそれは本当に覗いたのかもしれない、写真撮るから覗かれました、私も覗かれたんですよね、私も見られました、セクハラだ、わー、やったー、ここやばいな、この店これちょっと警察だ、これ警察に電話だな、ほんまに勘弁してください、あの人です、初日初日その人ですよ、その人が初日おじさん、覗かれました、いただきます、いい店だったな、一回よかったな、うん、車かわいい、あはおじじいさん、誰が取られこれ、帰るべ帰るべ、これ最低だ、いてよ、私の車なんだよ、いてよ、いてよ、